哎呦，做全语音感觉不错，两回合四个八回合。联邦军。こちらにもいないようです。そうか、もうこの辺りにはいないようだな。应该要剧情动画比较有代入感。动画成本高啊。あれ、連邦軍の兵士たちが。动画成本很高啊，有语音就不错了，然后动画是比较难的，毕竟这不是单机游戏。あ、お前たち何者だ。この辺りをうろつくとイザロフの部下と間違えられるぞ。待て。他就是家父部下。この男、カコンシス軍の提督に手傷を負わせたやつと特徴が似ているな。ちょっとこっちへ来てもらおうか。どうするよ。海戦。どうするも何も。言う通りにしたら、あたいらがギザロフの部下だってバレちまうじゃないか。強行突破しかないな。みんな、あの橋を渡るぞ。然后变成要带一个可以开车的。不要带力量哈，よし。お？次は私の番よ。行くぜ。全力で行け。遅い。はいよ。よし。看他这次会输。行きましょう。よし。我跑这么远。嗯。行くぜ。正面突破。え、もう私の。意外と手強いな。みんな無理はするな。とりあえずエミリー様が来るまで足止めをすればいい。行くぜ。
勝負をつける時が来たな。そうだ。ここに。行くぜ。行きましょう。よし。ここに。よし。はいよ。これはどうしたのだ。はっ、エミリー様、実はこの者たちから事情を聞こうとすると突然襲いかかってきたのです。それにカコンシス軍の提督を狙った男とおぼしき人物も。よし。お？よし、全力で行け。今天有抽到吗？行くぜ。行きましょう。よし。用 0.3。行きましょう。感じなさい。懒人包十抽帕谢尔，一百抽帕谢尔加托娃，保底歪大鱼。あんたじゃ受けきれないよ。行くぜ。ここに。くらいなさい。よし。行きましょう。行くぜ。はいよ。よし。大毛小老鼠，小老鼠，你不是索大，你是谁？行くぜ。正面突破。そうだ。もう私の番？他差点两次抽娃耶，都快吓死了。大家都吓到的说。よし。ここに。行くぜ。行きましょう。はいよ。全部まとめて俺に任せろ。はいよ。よし。行きましょう。行くぜ。勝負をつける時が来たな。そうだ。
所以索大没开麦克风。啊，我忘记开麦克风了。早くしなさい。我忘记开麦克风。没有，刚我妈进来，把麦克风关掉，然后可能哪里撞到啊？哇你，呼呼呼！我想说，索尔沉默那么久，刚讲啥了？点点点点点点。全力でいけ！行くぜ！行きましょう。感じなさい。行くぜ！ここに。よし。没有，刚刚想说，没有，刚不灵打倒了，撞到了，乱跑。好，我这边要示范，至少要拿一下那个。八回合应该，应该过吧？这回应该算八回合吧。行きましょう。ここに。はいよ。这边示范拿一个，最后一盒拿掉这个东西。行くぜ。嗯。行くぜ。所有人全部往上跑就好了。嗯。行くぜ。え？行くぜ。关了吧 ，OK， 八回合。助かった。橋を渡られたか。深追いして橋を落とされたのではかなわぬ。仕方ない。追撃は断念する。どうやらもう追ってはいないようだな。今のうちに先を急ごう。なんも打開車。まだこの中は荒らされていないようだな。そうだね。連邦軍もカコンシス軍もギザルフの研究を混乱した国を立て直す方が先だからね。还可以传送去稍微救一下。あとは見つかったのか。これがマスターの研究成果を記したクリスタルよ。賢者の水晶に関係がありそうなのはこれだけね。我が不死の探求に、もしもの場合を想定し、左边的部分给雪莉跟 ST25 去清让海藻头跟拉姆达一路向上。使い方はわかるんですか？看起来是可以。やってみるわ。可是反正还是过了吧。賢者の水晶は聖剣ラングリッサーと魔剣アルハザードという二振りの剣が融合したものである。この水晶は数百年前、ここより東、エルサリア大陸で生まれたものらしい。你还是要回头拿成就呀 ，W。邪神ゲンドラシルにより、このイエレスに運び込まれた。成就刚拿了。今は我が手にある。成就刚刚拿到了。今のわしに水晶から剣の状态にすることはできぬ。研究が進めば、いずれは、魔力が不安定になっているわ。さて、わしが作ったシグマとオメガにはある仕掛けを施した。二体とも。ラングリッサーを装備することで与えられた力を十二分に発揮する。有拿不拿不拿的问题。その力は、その力は何だ、ラムダ。静かにして、今調整するから。試作系である。
シグマの実験結果が得られた。これによるとシグマは能力の発動を一度しか行えぬらしい。毁坏蓝之那什么？原因は血量是吧？激しく生命エネルギーを消耗するためだ。最后面是二度目にはシグマ跟生命力を使い果たし、オメガ使用死ぬことになろう。この欠点を克服した完成形の実験を信頼できるものに。まただわ。実験は成功し、オメガには複数回の使用を可能にした。さらにラングリッサーが得られる場合でも、オメガならばその力をある程度引き出すことができる。いずれにせよ、彼らが目覚めた時、我が手には屈強なる兵が揃うことを意味する。それまでは、クルーガーと共に連邦内を掌握ねばなるまい。没了。ダメね。これ以上は再生できないわ。一体何だったのでしょう。途中が抜けてしまったようですが。俺がラングリスを持つとどうなるんだ。たった一度しか使えないその力とは何だ。簡単じゃないか。ラングリッサーを見つけて持ってみればいいんだよ。だが、その剣を持った女魔術師は。さっき部下から連絡があってね。女はカコンシス王国フィジット校さ。外洋船はそんなに頻繁に出ているわけじゃないから、急げば間に合うかもね。よし、早速出発しよう。どうしたラムダ。この町、確かこの先に教会が。この先を右に曲がると大きな赤い屋根の家があって、その家の前にラムダ自然家、大きな木が2本立っている。被改造自然之家。赤い屋根の家、前に2本の木。本当だ。あんたこの町に来たことがあるのかい？そんなはずはない。俺たちはあの研究所で目覚めた。ここに来たことはないはずだ。ひょっとして、ラムダのデータの中にこの町が。だとしたらなぜ？わからない。データではないのに、私はここを知っている気がする。この肖像画がどうしたってんだい。でも温かそうな家族ですよね。ラムダがマコレイ。ラムダ。この家に、この絵に何かを感じる。遥か昔に途切れてしまった人がつながりそうな。この絵の女の子と男の子だわ。この兄弟がどうしたんですか？あの女の子の服、遊んでいて木の枝に引っ掛けてしまった。そしてこの男の子が取ってくれた。それじゃやっぱりあんたはこの町に住んでいたことがあるんじゃないかい？この二人と遊んだ思い出があるんだよ。ああだけど、この女の子、ラムダさんと似てませんか？髪の色が違うけど。この女の子が、私？